これから新しいシャンプー探そうかなって考えている方、ぜひ参考にしてみてください。チェキチェキこんにちは、おもちさんのヘアティストあやまるです。今回は市販で買えるおすすめシャンプーベスト3を紹介していきます。毎年いろんなメーカーさんから新しいシャンプーが発売されてますよね。ドラッグストアとかに行ったら、あれまた知らないシャンプー売ってるって思ってる方も多いんじゃないですかね。私結構松清とか行くの大好きで、シャンプーとかすごい見てます。何これ新しいやつってテンション上がったりしてます。でさ、シャンプーいっぱいあるじゃないですか。新しいの見つけたら、うわーめっちゃ気になるけど、これ自分に合うのかわかんないからどうしよっかなーみたいな、そんな方のために今回は市販で買えるおすすめシャンプーをランキング形式にしてベスト3を紹介したいと思います。どのシャンプーが選ばれるのか皆さんも予想しながら見てみるのも楽しいかもしれないですね。それぞれのシャンプーの洗浄成分だったり特徴、どんな髪質の方に合うのかっていうのも説明していきますので、これからのシャンプー選びにぜひ参考にしてみてください。それでは紹介していきます。まず第3位はじゃん、リアボーテひまわりリッチ&リペアです。こちらは去年の9月に新シリーズにリニューアルされたようです。そして2月末からムーミンとコラボしてるっていうのもあったので、今回紹介しようかなと思いました。可愛いですよね。価格は 500ml で1050円です。まずは主な洗浄成分を解説すると、ココイルメチルタウリンナトリウムはタウリン系でさっぱりと洗えるけど低刺激な洗浄成分になっています。パーム角脂肪酸アミノプロピルベタインは泡立ちを良くしてくれる成分、ラウロイルサルコシン TEA はアミノ酸系の洗浄成分なのですが、アミノ酸系の中では比較的洗浄力の強い成分となっているので、敏感肌の方はちょっと気をつけた方がいいかなっていう成分だったりします。ココイルグルタミン酸 TEA はアミノ酸系でとても穏やかな洗浄成分になっています。洗浄成分を見た感じですが、比較的洗浄力の強いものも配合されているんですが、それ以外の成分がとってもマイルドな成分になっているので、バランスよく配合されているかなと思います。ただ敏感肌の方とかはちょっと注意した方がいいかもしれないです。その他の特徴としては、名前にひまわりと入っているだけあって、ひまわりの力をギュッと凝縮したプレミアムひまわりオイル EX を配合していて、このプレミアムひまわりオイル EX っていうのはひまわり種子オイル、ひまわり種子エキス、ひまわり花エキスを配合したもので、オメガ脂肪酸を豊富に含んでいるのが特徴です。それにより早く髪の毛に浸透しやすいので、内側にも外側にも保湿、補修成分を浸透させることが期待できます。こちらのシャンプーのおすすめの方としては、髪の毛の量が多い方、髪の毛の広がりを抑えたい方、しっとりした仕上がりが好きな方におすすめになります。続きまして第2位はじゃん、無印良品ダメージケアシリーズです。こちらも過去の動画で紹介したことがあるんですが、新しくリニューアルされていたので改めて紹介したいと思います。これはドラッグストアではなくて、ごめんなさい。こちらはダメージケアシリーズとして、張り腰、潤い、カラーキープの3種類から選ぶことができます。それぞれに特徴があって、悩みによって選んでいただければと思うんですが、今回は張り腰を紹介したいと思います。価格は 400ml で1490円です。まず洗浄成分を見ていくんですが、ココイルメチルタウリンナトリウムはタウリン系の洗浄成分で、低刺激でさっぱり洗える成分、コカミドプロピルベタインは洗浄力の調整だったり泡立ちの補助、ラウロイルメチルアラニンナトリウムはアミノ酸系のさっぱり洗える低刺激な成分になっています。こちらも比較的穏やかな洗浄成分にはなっているので、優しく洗えるシャンプーです。その他の特徴としては、天然由来にこだわっていて12種類のヘアコンディショニング成分を配合していたり、髪の毛の保湿に必要なセラミドを配合し、髪の毛の水分量を保ってくれる役割をしてくれていたり、アラニン、アルギニン、グルタミン酸ナトリウム、セリン、プロリンの5種類のアミノ酸を潤い成分として配合しています。こちらのシャンプーがおすすめな方としては、乾燥が気になる方だったり、髪の毛にボリュームが欲しい方、髪の毛が細く張り腰が気になる方におすすめです。そしていよいよ第1位です。第1位はじゃん、アンレーベルラボ KR コントロールです。こちらは過去の動画でも紹介させていただいた黄色のものだったり青色のラベルのシャンプーがあったかと思うんですが、こちらはそれの新しいシリーズとなっています。で、今年の1月に発売されたばっかりなので、あ、実は気になってたって方もいるんじゃないかなと思います。それを含め今回紹介させていただきました。まずは洗浄成分を見ていきましょう。ラウロイルメチルアラニンナトリウムがベースとなっていて、アミノ酸系の中では比較的さっぱりと洗える成分かなと思います。ラウラミドプロピルベタインやコカミドプロピルベタイン、コカミドメチル MEA は泡立ちの補助だったり洗浄力の調整をしている成分です。
コクウリミチルタウリンナトリウムはタウリン系の低刺激で優しい洗浄成分っていう感じですね。あとは PPT 系の洗浄成分で自然由来の優秀な成分であるココイル加水分解ケラチン系、ココイル加水分解コラーゲン系が配合していたりと、いろんな洗浄成分によって構成されています。ベースはアミノ酸系のシャンプーになっていて、比較的低刺激な成分によって構成されているんじゃないかなと思います。その他の特徴としては、超高圧処理したイソステアロイル加水分解ケラチンやマレイン酸、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチンを補修成分として配合していたり、フラーレンや加水分解コンキオリンを保湿成分として配合していたりと、髪の毛の内部まで補修してくれる効果が期待できます。このシャンプーがおすすめな方としては、比較的低刺激なシャンプーをお探しの方、癖毛が気になる方、ツヤが欲しいっていう方にはおすすめできるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は市販で買えるおすすめシャンプーベスト3を紹介していきました。これから新しいシャンプー探そうかなって考えてる方、ぜひ参考にしてみてください。他にも紹介したいシャンプーたくさんあるんですが、今回はこの3つにしました。他にもおすすめのシャンプーが知りたいって方は、過去にもたくさん動画を上げておりますので、よかったらそちらも見てみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。